はい、どうも、ウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回はこちらです。わかりやすく解説、フレックスボックスレイアウト、これだけ覚えておけば大丈夫という内容になっております。わかりにくいというかですね、初めにね、こう HTML とか CSS 学んでて、おっとこれわかりにくいぞってね、挫折しそうになるところ、ただ覚えるとめちゃくちゃ簡単だし、覚えるとめちゃくちゃ使うし、実際にこれに助けられたことが何であることかっていうようなね、素晴らしいものね、フレックスレイアウトというものについてやっていきたいなというふうに思いますね。簡単な自己紹介を載せておきますので、興味がある方は見られておいてください。まあ本当にですね、今ウェブサイトを作る上で欠かせないというふうにね、レベルのものになってきてるこのフレックスレイアウトなんですけども、本当ね、とっつきにくいように見えて意外と簡単です。で、本当にこれだけ覚えとけば分かるっていうものをですね、今回やりますので、ぜひ覚えて帰ってくださいね。ではですね、いきます。まずフォルダ作りますね。フレックスっていうフォルダ作っておきます。で、これをね、まあ、エディターは何でもいいです。今回はね、アトムっていうエディター使うんですけども、まあ、何のエディターでもいいので出して、そこにフレックスというボックス作っておきますね。ここにまず HTML と CSS をね、作っておきますね。はい、 HTML と CSS を作っておきます。で、 HTML よいしょ、で、CSS をちょっとリンクさせておきますね。はい、準備完了というところで、今回はフレックスボックスの超基礎、もうほんとこれだけ覚えておくとめちゃくちゃいいよっていう内容になるんですけども、フレックスボックスって基本の形があってですね、ヘッダーだけ作っとこうかな。ヘッダー H1 フレックスって書いておきますね。で、メインの中にフレックスを作ります。まず、よいしょ、ちょっと書きますね。はい、これが基本の形です。3つの箱を作りたいっていうふうになった時に、3つの箱に覆いかぶさるような親要素ね、1つ大きな箱がいるというふうにね、思ってもらえると分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、で、この3つの箱を自由自在に動かしていく、レイアウトしていくことができるよっていうのが、フレックスボックスの基本です。やってみようと思います。これ名前ちょっとね、色だけ変えたいので、色が変えれるようにね、よいしょ。CSS でクラスを2つつけときます。ボックスってクラスとレッドってクラス、ボックスっていうクラスとブルーというクラス、ボックスというクラスとグリーンというクラス。これで一個一個のこの div の箱の中にはボックスとレッドっていう2つのクラスがついてますよ、2つのラベルシールが貼られてますよっていう状態ですね。同じようにこっちはボックスとブルーというですね、2つのラベルね、ボックスとグリーンという2つのラベルで、これを囲い囲むようにフレックスという大きな箱があるという状態です。で、まずですね、まあ、ちょっとドットフレックスっていうのは書くんですが、これちょっと置いておきますね。置いておいて、このドットボックスに対して横幅、そうですね、300ピクセル縦300ピクセルっていう 300×300 の箱作ります。これに対してドットレッドには赤ね、背景赤、ドットブルーには背景が青、ドットグリーンかな、グリーンには背景がグリーン、はい、という3つの箱ができました、ね、これをサイト上で見てみるとこうなります。じゃん、上から順に赤青緑の箱ができてますよね。はい、これを今からフレックスを使ってレイアウトしていきます。まず基本としてはディスプレイフレックスっていう風に打つ、これがフレックスボックスレイアウトの始まりです。ディスプレイフレックスって書くところから始まります。で、書くのはボックスに書くんじゃなくて、その親要素ね、今回で言うとこっちの、よいしょ、今回で言うとこれですね、
デブクラスフレックス、親要素に対してフレックスってのを書きます。そうするとどうなるのか、これが横並びになります。横並びね、フレックスっていう風にね、単純にディスプレイフレックスって書くと、縦に並んでいた要素が横並びにガンってなるというふうに思ってください。でこれをじゃあここからいろんなことを自由自在にできるわけですよ。例えばジャスティファイコンテントっていうのを使って、フレックススタートがこれデフォルト値です。フレックススタートがデフォルト値なので、フレックススタートにしても何も変わらないです。何も変わらないですね。でここからじゃあフレックスエンドっていう風にしてあげるとどうなるか。フレックスエンドにすると右側に寄ります。右側にね。でセンターってするともちろん真ん中ですね。センターにすると真ん中に寄ります。さらにさらにスペースアラウンドっていう風にすると、これめちゃくちゃ使います。スペースアラウンド、スペースアラウンドってすると均等割り、均等割りになりますね。でもう一個スペースビトウィーンというのがあります。おースペースビトウィーンにすると、これも同じ均等割りなんですけども、一番左を一番左端っこに、一番右を一番右側に、両端をですね一番右と左側に分けて、その中身を均等割り。3つだから分かりにくいんですけども、そういう風な理屈になってます。同じ均等割りでも2つやる方法があるっていう風なことですね。はい。でこれを、はい、ここまででもこれでもだいぶレイアウト簡単ですよね。これができるとすごく簡単なんです。でちょっと全部試して、全部試した後にスペースアラウンドに戻しておきますね。スペースアラウンドにしておきます。でここから次なんですけど、スペースアラウンドね、はい、次にフレックス、そうだな、ディレクション、これデフォルト値がローです。ロー、まあ、これは後でやりますね。でローリバースっていうのにしてみましょうか。ローリバース、ローリバースにするとこの赤青緑が緑青赤、リバース逆になります。逆、ローの逆でローリバースですね、はい、緑青赤、順番が変わります。ちなみにローの代わりにカラムというのもあります。カラムとローというふうにね、大きく分かれて分かれてるんですけども、カラムにするとどうなるか、縦になります。いやいやいや、横にしたんだからとね、横にしたものを縦にして元に戻して、どうぞそれだったらもともと書かなきゃよかったじゃんみたいにね、思われる方いると思うんですが、まあその通りですね、はい、ただ後々分かってきますね。後々絡む、これあると便利だよねってのは後々分かってくるんですが、今の段階ではこれいらなくねぐらいでね思ってて十分だと思います。でここに絡むリバースというのを作りましょうか。今度はね、カラムとカラムリバースにすると縦になるね。縦の順番が変わります。緑青赤、これもですね、カラムで縦と右、ね、上と下変えるって、別に変えれたら変えれたでいいんだろうけど、初めからこっちそういう風に書きゃよくないって思いませんね。HTML で初めからグリーンを一番上に書いたらいいじゃんみたいなね、思うんでしょうけども、これが自由自在に変えれるってのが大事ですね。でちょっとデフォルト値のローに戻しておきます。はい、こういう風にですね、自由に位置も変えれるんですよ。位置ゴロゴロと、これがすごいんです。これがすごいですね。でちなみにじゃあ次いきますね。次は、はい、フレックスラップというのをやっていきたいなと思うんですけども、先に見ましょうかね。今これを縮めてみます。これね、縮めるとどうなるか。縮めるとこうなります。ビニョーンってね、ビニョーンってなります。これをフレックスラップ、ラップってします。これノーラップがデフォルト値です。でラップってします。ラップにするとどうなるか。これがカクンカクン、わかりますか。カクン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 ね、こういう風に自動的に折り返ししてくれるんですよ。これを上手に使うとレスポンシブ対応がすごくスムーズにできます。すごくシンプルにできます。はい。で今回フレックスで覚えてほしかったのは、まずこの4つ、この4つを覚えれば大体のこといけますね。ディスプレイフレックスで横並びにして、ジャスティファイコンテントで例えば真ん中揃いにしたり左揃いにしたり
で右揃いにしたり均等割りにしたりする。でフレックスディレクションでローだったりローリバースっていうのを使いこなす。これするとですね、はい、でカラムにして縦にしたりカラムリバースで逆にしたりする。でフレックスラップで折り返しをつける。この4行だけでめちゃくちゃいろんなことができますので、ぜひねここまでをね覚えたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということでこのままいくんですが、で最後にですねこれよいしょ、今度はこの中になんかですね、文字を入れますよね。はい、文字ね、タイトルと文章、これ全部に入れていきます。タイトルと文章、タイトルと文章、タイトルと文章、全部入れていくとこんな感じで、ここに画像を入れたりとかリンク入れたりとかいろんなことをしていきます。で、実際はね赤とか青とか緑とかいらないので消します。ここも消します。これで見てみるとこんな感じで、これがカクンカクンとなって縦のレイアウトになる。はい、じゃあこれ見てみましょうか。これじゃあ最終的に見てみると10行しかないの分かりますか。10行、まあ、これねボックスのハイトもいらないのでハイトも実際消しますね。はい、そうすると9行しかないんですよ。この9行だけで横並びになったものがレスポンシブにしても上手に折り返しされるっていう仕組みを作れる、これをレイアウトをすごく簡単にできるっていうのがこのフレックスボックスレイアウトのめちゃくちゃいいところです。めちゃくちゃいいところ、超優秀なところです。もちろんこれ以外にも調べるとこれもできるんだあれもできるんだっていうのが出てくるし、もうちょっとやりたいことっていうのが出てくるんですけども、まずはシンプルに基本の形を覚えようと思ったらこれだけでできますので、ぜひやってね覚えていかれるといいんじゃないかなと思います。ということで今回はフレックスボックスについてですねやりましたね。はい、ですね、はい、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね概要欄にも参考された情報載せていますので合わせてご覧ください。